ーツ監督は大谷夫妻から誕生を受け取った。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は5月31日に52歳の誕生日を迎えた。2日、日時間3日の試合前には大谷翔平投手とマミコ夫人からお祝いとして木のウイスキーとチョコレートをされたことを明かした。ロッキーズ戦の前に取材に応じたロバーツ監督は木のウイスキーと四角いチョコレートを1ダースもらったことを明かした。銘柄は忘れてしまったけど、ベルベット素材のキャップのとても良いパッケージだったと満足そうな表情を見せた。また、地元紙の記者から誰が選んだと思う？と問われると、指揮官は彼女、マミコ夫人だよ。にやりと答え、周囲を笑わせていた。大谷夫妻からのには、ファンも興味津々。SNS 上に、お二人とも素晴らしすぎます。監督、嬉しかっただろうなぁ。マミコさんのセレクトだったのね。贈り物すること自体も、素晴らしいバランスの贈り物のチョイスも何もかも素敵。大谷夫妻の素敵すぎる心遣いとコメントを寄せた。さらに銘柄を忘れたというウイスキーについては、銘柄が気になる、山崎18年ってところかな、ウイスキーはまたまた山崎かなといった憶測も広がっていた。フルカウント編集部。